B も K もあったってマジ見てみようかな <laughs>。しばらくの間劇場公演ないのだって。ん今月はもうないですね。多分私が出るやつは。なんかあったよね。なんかしら。エイト公演はたあったかもだけど。2月はわかんない。2月はどこまでいないのかわかんないけど。コンサート前やるのかなやらない とまでやなないかなバックダンサーマジでやばすぎ <laughs> バックダンサーマジでやばいうんマジで必死だった <laughs> 必死だったけどその必死さがあんまり伝わらないみたいな感じの。 私の2回講演お願いしますそれな2回公演やりたいってつま今日もレッスンだったもちろんなんでだって3公演あるからね <laughs> 3公演あるからだいたいねありますレッスン片方あなんかそれはあれでしょなんか高いお店だと1個ずつピアスが売ってるって話でしょ私 やってるのは一組のバラ売りじゃなくて一組のピアスを片方ずつつけることを友情ピアスって言ってたけどそれはただ単に片方ピアスだ <laughs> それはただ単に片方ピアスだねって感じ2月無事行こんでけどそうねなんか生誕祭 まあでも生誕祭はでもでもさ2月にさ公演があったとしてもさ生誕祭はなんか3月になりそう <laughs> なんかそんなに生誕祭街の人意外と多い気がするし待機時間え待機時間私待機時間あんまりない人だったからそうでも本当にめちゃめちゃある人あるんだけど私はなんかちょうどよく待機時間がなくて。 ここ3日間ぐらい3日間2日間ぐらい北海道から見てますちなみに女性ファンですこれからも頑張ってくださいありがとうございます <laughs> 確,か<に笑>確かに確かに確かに金額がいきないいやそれはそうどんどのぐらいの言ってるんだろうって思ってねえ にに気になってん、ね、単純にうんさっき今さっきブラックコーヒー飲んだんだけどさ舌やけどした <laughs> 痛い舌が痛いさ舌やけどしちゃった10年分まあ、10年分とはいえ 1> ね1回の上限の値段をどれどれぐらいに設定してるのかっていうの気になるね1年のさそれは人それぞれじゃないですか <coughs> ゆうりさんが高いよね相当高いえどうなんだろうでもゆうりさんってキチって前言われてたじゃないですか最近はあんまり聞かないけど <coughs>、うん、そうなんかピリピリザラザラするやつそう どこのブラックコーヒーだってあのスタバのコストコでめっちゃ大容量入ってたそうスタバのコーヒーです飲んでますブラックコーヒーカフェラテは飲まないのだってなんかたまに甘いもの飲みたいなって時に飲んだりするけど家では飲まないななんか自販機とかで とかで見てそう量すごいんだよ <laughs> 缶コーヒー飲まないなあんまりなんか外では飲まないんだよねブラックコーヒーもなんかでも公園公園終わりにこの前それこそこの前公園終わりになんか糖分が欲しくなっちゃって。 いや、どうしようって思ってその見て自販機を見てたんですけどなんかあのなんかねそうなんかえ何にしようって思ってでもなんかあんま飲みたいのなくてじゃあカフェカフェラテかカフェカフェラテかのいいやってなってちょっと甘めのコーヒー飲んだ <laughs> はんきコーヒー増えたねまああれじゃないあのスタッフさんとかよく飲むんじゃないですか知らんけど知らんけどお汁粉はね飲まないです絶対お汁私お汁粉絶対好きじゃないお汁粉もあのママが作ったお汁粉はた食べれるけど普通にお汁粉って絶対めっちゃ甘いのよだからほんとに砂糖が少しでいい ててなるるからママが作ってくれるえお汁粉食べ飲みたくなったから作ってもらおう今度ママにそうだから絶対に無理です私甘、まあ、ってなるあジャンキー劇場のサムゲタンスープ飲みましたうん私はあんまり好きじゃなかったです <laughs> 超正直 <laughs> 私はあんまり好きじゃなかった そうなの甘さ控えめじゃないとちょっと無理であトゥンカロン食べれるよトゥンカロンあのね食べ物はだからそれこそトゥンカロン食べながらブラックコーヒーとかマジで最高私本当に好きでそういうのがそうそうあの劇場の自販機コンポター、ね、こんなんかこの前お昼ご飯食べてなくて公園 お夜ご飯食べてなくてリハーサルの前にお弁当来ないのでお腹空すいたなと思ってあじゃあ自販機行けばいいじゃんってなってクララとそうクララはコンポータを選んでたんだ私はあサムゲタンのサムゲタンサムゲタンサムゲタンだっけあれわかんないサムゲタンを飲んだんですけどあーコンポータにすればよかったーって思った <laughs> トゥンカロンめっちゃ、ね、私マカロン好きなんだよね そうマカロンおいしいそのなんかもう飲み物で甘いのってそれでしかないじゃんなんだろう飲み物まで甘かったらもう甘いじゃんなんだろうなんか甘い食べ物と苦いコーヒーとかだとバランスとれるけどだなんか普通に甘いもの飲んでたらそれ以上でもそれ以下でもなくなっちゃうからそう甘い飲み物飲んでブラックコーヒー飲んでっていうことはしないじゃないですかっていう。 なし。<話> <laughs> 一番好きなお茶は麦茶ですね。つんから美味しいけど、私は。一つ。でも。いっぱいです。もう。気持ちいっぱい。です <laughs>。お腹、お腹、なんか、お腹は別に。お腹の。容量がとかじゃなくて、普通にも。う あもう大丈夫ってなるからとにかくこの前クララと行った時に2個ずつ頼んだんですよお互いにクララ2個私2個ってクララは3個にするか2個にするか迷ってて私はまあ2個ならまあまあまあって思って普通に3個にはする予定なかったけど2個って普通に決めたんだけどクララはもう結構ね2個すんなり食べてて私は本当にもう2つ目の半分ぐらいからもう本当にこれぐらいずつしか食べれなくてもうおなかいっぱいってなって。 いいいっっぱななかったか分かたんないけど食べれないってなって頑張ってそう食べてチマチマ食べて <laughs> で最後はもう本当に一口最後ぐらいサイズぐらいになったんですよでもさずっとチマチマ食べてるのもさもう進まないなと思ったからもう一気に食べて食べて食べ終わったってなった うん、劇場のおしが甘くていや普通に自販機のおしがはマジで甘い印象しかなくてねえトゥンカの一つが限界わかるそう私もそう甘いめっちゃ甘党の人だったら全然多分余裕なんだろうけどう全然甘党ではないからしじみの味噌汁だって私しじみとかあさりとかも好きじゃなくて、まあ、食べれるんですけどなんか その出されたら別に食べれるけどあのー、本当に好きじゃない <laughs> わあさりかシジミかーってなりながら食べるっていう感じトゥンカロン5つだってやばそれえでもさ5つまでいったらさ普通にさなんだろう普通に私お腹いっぱいになりそうすごい <laughs> 今日はすらちゃん夢に出てきた僕のこと好きじゃんって <laughs> 確かに甘いの食べたらしょっぱいの食べたくなってっていうのはエンドレスはエンドレスだねえー、2個がギリだっていや5個ってすごいねなおさら甘党で2個がギリだってスタバも甘いんだと通るはつらいあー最近わかるかもそれ ななんかかささ期間限定とかさあるじゃないですかでもああいうのさあなんか飲んでみたくなっちゃうじゃないですかやっぱり期間その時しか飲めないからでも大体大体半分ちょっと過ぎたぐらいでママにあげるっていう何 <laughs> か昔は全然その半分こしてとか言われても「嫌だ」って全部飲むって感じだったけど私もう最近もう「はいあげる」って言て途中で途中であげちゃうママに。 うん <laughs> トゥンカロンとマカロンの違うかってなんだってまあほぼ一緒なんだけどマカロンの,この中身を多くしたのがトゥンカロンです <laughs> そうマカロンがさこうやってあるじゃんでここになんかジャムとかなんか、まあ、あちょっとだけさすごい薄っぺらくさ挟まってるじゃんその部分がね多いのがトゥンカロンっていう認識で。 はい、います <laughs> えー、生クリーム飲みたいだってすご私生クリーム苦手なんだよねだからさクレープとか普通に頼んでも生クリームが嫌になって全然食べれなくなるからなんか普通ク,レクレープ食べ本当にクレープあんま食べないんだけどクレープ食べるとしたら生クリーム半分以下でいいって思っちゃうでもクレープ食べるなら生クリームはあってほしいって思うタイプだから ででもあんんまり得意じゃないんですよ好きな好きって言えば好きなんだけど難しいよねだからさそう半分でお願いしますって言えたら言いたい言えたら言いたいクレープはバナナクレープまあどちらも平気だけどなんか なんか同じ値段出すならイチゴの方がいいかなって思っちゃう <laughs>。なんとなく。カスタードは好きですよ。58日。ありがとう。なんか別にこだわり、こだわりなのかなこだわりではなくないこだわりではないかもだけど。普通にただただになんか苦手。あんまり生クリームそんなにいっぱい食べるないって。そう、なんかね。 そのクレープに入ってる普通の生クリームの量でも食べてると気持ち悪くなっちゃってあんま得意じゃない得意じゃないなって <laughs> 思うかき氷はね食べれるよレモンシュガーってあったかいやつえー、すごい大人っぽいなんかまあそういうの食べたことないんだよね生クリーム入ってるのしか食べたことない ホイップをスタバ、私、スタバホイップいらないって思うタイプだからそうまあ、なんかノンホイップでっていうのもめんどくさいから,めんどくさいからそう、最近は何も普通に頼むだけなんだけどちゃんとね、あの飲むときはホイップまで食べるけどもぐもぐセナタの写真見たことないもぐもぐセナタの写真ってさ あの一緒に行った相手が取らない限りないよね <laughs> 取られたことないかもしれない私オレンジピール苦手なのあのチョコにさオレンジピール入ってるとかあれが一番苦手チョコとオレンジピールの組み合わせチョコとオレンジの組み合わせがマジで苦手で別々でよくないってなっちゃうなんか好きじゃないんだよねチョコも好きだしオレンジも好きだけど いやそこ合わせないでってなっちゃうスターバーカスタムはねあんまりしないなうんじゃあゆいりにもぐもぐせなたを撮影してもろてだってじゃあゆいりにご飯連れてってもろてって感じだよね <laughs> 言葉言葉おかしいチョコとオレンジはマジで苦手わかるだよねこれすごいあれだよね,ね 分かる人いっぱいいて嬉しいん <laughs> 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 出たすぐおごってもらってって言,われ言うんだからうん <laughs> でもなんかみんなそうだけどさ <laughs> やっぱりさあのあのねその先輩だからさおごってくれようとしちゃうわけよ。私は別にいいんですってな思うけどでもそのなんか逆に「いや本当に大丈夫です」って言った方が気まずいっていう <laughs> いうのがあってすごいそうなのよ。あ あ,あさっきーさんの動画はあれだ混ぜてるやつか <laughs> 食べてないわ食べてなかったうんそうなのよこれね難しいんだよね別に全然割り勘でいいんだけどう <laughs> ん そうなんかさっきーさんに関してはちょっと怒ってたからね <laughs> ちょっと怒ってたから無理やり渡そうとしたのクララと2人で <laughs> ちょっと怒ってた <laughs> ちょっと怒ってるってちょ,ちょっと思ってたちょっと怒ってるかな <laughs> そうなんですうんそう お互いのモグモグ撮影して,覚えて,たら <laughs> てかツルトンタンツルトンタン飽きたでしょ絶対別に私ツルトンタンにこだわりないから別にどこでもいいんですけど何でもいいんだけどさ <laughs> ねえんか12月にさ行けそうな時あったけどさ行けなくてそこから本当にもうすもう1か月経っちゃってもうすぐ2か月経っててもうすぐ時間過ぎてすぐすぐどこも行けなくて。 楽しいうちゃん結婚してじかありがとうございます <laughs> そうなのそうまあでもそのねやっぱりそこはい入ってくるからその時はおごってって そうだから順番じゃないですかそういうのって先輩が後輩におごってその後輩がまた先輩になったらまた後輩におごるっていうのがあるから多分それをさその先輩方もやってきてもらったからっていうのはあるの私たち私も絶対やるしそうそういうのは分かってるけどでも大丈夫って言い,い,い,言いたくなっちゃうよね <laughs> 焼肉だったらせなたも好きじゃん交通がいやそれはそうなんだけどね焼肉いいなーって思う いいなーって、まあ、なかなか一緒に行ってくれないということでうん <laughs> ねっさあ手がカサカサなんだがでもさこの前 この前さこの前僕隊でさオカリナが「同期にはおごりたくなる」って言ってたんだっけ違うかあれ言ってたんだっけ分かんないよまあえそうえそうなのって同期だったら絶対 に割り勘なんだがと思って同期はねえなナなとかそれこそあの年下だけど別に同期だしみんなそうハータンと言ってもなづなと言ってもいや別に同期だしって思って割り勘いや割り勘っていうか普通に自分の頼んだ分だけ払うよね割り勘なんかまあ食べ放題とかだったら割り勘だけどなんか別にそれぞれさメニューでさ値段が違うわけだからさ そ,うそれぞれがそれぞれの値段で払うっていうそそうじゃないね私はもう絶対にまあなんか誕生日とかだったらさそりゃあれですけどせなちゃんと行ったら出すって言って聞かなさそうで <laughs> 確かに。 まあでもなんかその「誕生日お祝い,祝いだから」とか言われたらすごいなんかあのなんだろう「ありがとう」って誕生日プレゼントの代わりにっていう感じだったらすごい「ありがとう」ってなるけど何にもない日にそれやられたら「えー、大丈夫大丈夫」ってなっちゃう。<laughs> 今日の帰りにどんな話してた青春だっただって何の話してたかごめんごめん,んだけどあっ思い出したなんかあの「テレビ電話するね」みたいな <laughs>「電話するね」ってもうクララ電話好きじゃないから「LINE でいいじゃん」みたいな話してて「なんでよ?」って言ってなずなとクララが <laughs> 私は大体そ3人でいると大体聞く側で ちちょょくく入るんですけど会話にそう,そうなぜならさ「卒業し卒業しても会ってよ」って言って言ってきて「いやそれはもちろんだよ」って2人とも言って「もう定期的にテレビ電話しようね」とか言ってなぜなら「か <laughs> 愛くない?」だけどクララが <laughs> で「うん出れたらね」みたいな <laughs> で電話苦手なのあの子 <laughs> 私も クララと一緒で電話電話する機会がないからそもそもで電話しようっていう習慣もないから友達とかメンバーにだからまあどちらかといったら苦手かもしれないかかってきたら出るけど普通にうん <laughs> そうなのよ 先輩でては高いの頼みにくくなるいやそれはそうかもしれないだっておごってもおごられるって分かっちゃってるもんねそれはそうだ高いのまあでも基本的に自分で行った時と同じものを頼めばいいんでしょ自分で払うと思ってだから私はね基本的にね あ,のあ,あどっちにしようって迷ってもう絶対今は今の気分は地図だとか思う何て言うの心が決まってない限りはあのちょああどっちにしようって迷ってたらあ,あこっちの方が安いかこっちでいいやってなるタイプだから <laughs>、うん。 つけたたくなっちゃうでもさ自分が先輩になった時にさ後輩が「大丈夫です大丈夫です」って言ってお金めっちゃ出そうとしてくれたら困っちゃうね <laughs> でもさ逆にでもその、まあ、先輩になってそう言われるのは困っちゃうし別に何も言われなくて快くなんか「ありがとうございます」って言ってくれるのは嬉しいなって思うのよ今考えたらでも自分が後輩の立場だったらさ すごい,いや申し訳ないって思っちゃうしなんかでも、あのー、その出しますっていうのもなんか困らせちゃうっていうのも分かってるからでも <laughs> 出しますって言わなかった言わなかったであれだしってもうなんかいろいろあるよね難しいところではあるけど全部ね全部考えるけど結局何も分からずにうん <laughs> 毎回出しますって言ってる <laughs> 安いやつメニューから探してたええー、そうなんだ <laughs> めっちゃ取材みたいなコメント来た今はどういう気持ちしかだっ,ってうん私は結構もう何月だ9月10月ぐらいから知ってたのでそうなんかびっくりとかじゃないんですけどでもなんか発表聞いたら なんか本当に卒業するんだなっていう時間それまでは,私はやっぱり発表,がし発表してなかったから半信半疑だったんですよあ本当かなみたいなまだい,いそうだなって <laughs> いてくれるんじゃないかって思ってる自分もいたんですけどでもやっぱり発表が発表聞いたら発表聞いたしそのブログでもねその正式に発表されてるからそうちょっと時間は湧いてるっちゃ湧いてる。 同い年の17歳だとどうするのだって同い年とか関係ないですよ。入った順番だもんだって。うん。なんか年上、いこうがもしいたとしても全然終わますよ。そりゃ。うん。気持ちよく汚れらの後輩配力だいや、後輩力ないわだって私、そもそもさ。 後輩力以前のもんだから込みたくないからさ <laughs>。そうなんかそのなんか僕体の歌詞がなんか染みちゃってなぜな見てたりなぜな。何 見える位置で踊ってたのもあって。で、すごい泣きそうになったんだけど。でも、もう発表するときには、あ、すいませんって。謎がやった時に頑張れって <laughs>。ちゃんと言えるかなって思いながら。見守ってました <laughs>。そう、本当にすなすな公園が。 なんだろう瀬名津南公演んだろうあの南公演が始まる前にレッスンしてた時で一緒に歌の練習してる時に、うん、普通に聞いた言われましただからなんかあ本当なのかなーって僕たちで一緒に出てる時に発表ってすぐねだってそうなずながね「そう瀬名田にやってほしい」ってオカリナも出してけど 言ってくれて選んでくれたらしくてなんだろう卒業発表の声に出させてもらった <coughs> ねなんか昼演の時は何かそんなに思ってなかったけどその夜公演の前に普通にねちょっと時間あるじゃないですか昼公演終わってからだからだからねその時間でね本当に発表するのかみたいな話をしてしたりとかして。 まあでも全然、僕体になるまでは、全然平気だったんだけど、僕体になって、ナズナを見てたら、なんか、もう本当に太陽って感じじゃないですか、ナズナの存在ってあ。私にとってはそうなんですけど、だからなおさら、なのかなって思いました。 卒業も出なきゃね、それはそう卒業公演何でやっても出たい <laughs> なずながら何の公演で卒業公演するのか分かんないけど何でも出る <laughs> 全然覚える <laughs> <laughs> なんだこれ「服って書いてるなんだろう ありがとううございますコーーさんそう目撃者もできるしなぜなら何の公演でやっても私一回はやったことある公演だと思うので何でもドンとこいって感じで <laughs> 出させてもらえるか分かんないけど全然覚えますっていう話です。 いやセタん倒れるのうまいからどういうことよ始まる時に <laughs> どういう <laughs> どういうことねえドラさんでね公演できたらいいな卒業くて寂しいそれはそうなんですよね多いですよねでもやっぱり組閣の時期も重なってやっぱり春って別れの時期みたいなの言います言うじゃないですかそういうのも でまあなずらとかは特に高校生卒業の時期だからやっぱり将来についてレイさんとか里根さんもんだと思うんですけど考える時期ではあると思うのでなんかもうねいろいろ多分重なってねすごいみんな次に進む決意をして AKB から旅立っていくんですけどうん 寂しいけど、でもその決断ってすごい決断するのって絶対簡単なことじゃないと思うし何度も何度も悩んで考えてまあいろんな親とかマ、まあ、メンバーとかに相談とか相談してとかみんなしてたと思うからうんかみんなが幸せで夢に向かって幸せでこれからも過ごせてくれたらいいなって思って。 最近は誰かが話し始めるとドキドキする確かになんか本当に私もだけどめっちゃ敏感になってるいろんなことにえ今日は大丈夫かなとか公演の日とかも特に 呃呃呃呃 ホントにそれ多分みんな今今さすがにみんな痛感してるはず <laughs> うん本当に分かんないんですからねいや謎なのは知ってたけど他の先輩とかそれこそ全然知らないかったから分かんないもんなんだなと思って見てても。 私が見る目いいだけだけけかもしれないですけど観察力がないだけかもしれないけどやっぱりおねお話し会だってさまあ,まあ次のシングルでいいやとか次再販でいいやとか言ってる間にもしかしたら卒業しちゃうかもしれないですし。って思った私も。 ファンの時のよう押しの卒業を予想できただってうんできたことないと思いますうんね後悔ないようにね押したいねそうです後悔ないように一生一生を過ごしてくださいませ <laughs> そう次次でいっか 次、うんね、まあなんか知ってたら多分ああやって見守れるかもだけど知らなかった時が怖い私卒業発表に立ち会ったこと ちゃったことなくてえないよね私って謎ななしかないからかいや嘘だね <laughs> 嘘だね、まあ、研究生活動自体とかあったけどそなんかその自分がいる時の公園でっていうのがあんまりなくてほぼなかったからそうどんだけ押そうが効果あるもん確かにな まあでも次でいいやとかをなくしたらいいなくしてほしいなと思いますねうんうんでも,もない気がするんだよなでも私そう知らなくてそのいきなり私しおりの知ってた気がすんなでも まあ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 沙織の曲覚えんだけど覚えてないんだよね全然覚えてないけどとりあえずそやった匂にわせない気がする。え匂わせないでしょ卒業なんて卒業匂わせ匂わせる人いるのかな私は絶対匂わせないまあなんかなんかさ決まって もう卒業するって決まってたら普通に話しててなんか匂わせてるつもりはないけどなんかそういうこと言っちゃう時あるかもしれないですけど卒業決めてる人たちは私は、まあ、まあ卒業決めてるとかないから全然知らないけど全然多分全然何にも言わないわ あ,あ何月までに握手会来てねって言ってたかさしただって <laughs> でも私はもうさんざん押し押し押せっていうのは何回も言ってるので <laughs> それはもうね言わないと思いますはい私は全然卒業する予定ないんですけど卒業する予定ないんですけどっていう言葉が聞けなくなったら危ないと思っていただいて <laughs> 今のうちは平気なんだけど <laughs> まあでもやっぱりそのまあこういうさこういう話もさいっぱいしてさお幸せの時におせっていう話もいっぱいしてるしなんだろう私が匂わせてなんだろうこのこのまあ例えばさこの何月までにお話から絶対来てほしいなとか。 言ってもそれはに,わに入るるけどまあ、そそれれれで来てくれるそれを言わなくても来てくれる人が本当に自分のこと好きでいてくれてたんだなって思うのもあるから多分絶対にうん絶対に多分私は言わないと思います <laughs> その時が来てもそういう話は。うん。 気をつけて <laughs> どういうこと私が <laughs> 私が、うん、そうなの、ね、何も言わなくてもいつも通りにお話し会があっていつも通りにまあ予定が合わなかったとかいう方はまあ仕方がないけどいつも通りに会いに来てくれてる方がいるなら別にそのな何月までに会いに来てとか絶対に言わないと思う私はうん <laughs> 俺のためにドキドキしちゃう確かにあと4年だって何が何の話 に気づくの遅いんだけどいなくない <laughs> そうだったんだ <laughs> そうどこで新しい世界に興味持つかわかんないそれはそうまあまだです私はうまくはいけないけどお話し会とかこれからも顔を出させてもらいまするありがとううん <laughs> 最近ユリさんとすごく距離が近いのは、セナたんが卒業近いからかと。<laughs> 何言ってんの何言ってんの私のこと全然知らんな。<laughs> そもそも卒業とかにそういう問題じゃないんだよ。そういう問題じゃないとかじゃないけど、別に。<laughs> 卒業しないし、私。卒業しないし、チーム離れるんで。チーム離れるんで。<laughs> チーム離れたら本当に会えななくなると思うんですよ知らんけど知らんけどまあ会おうと思えば全然多分ね <laughs> 全然会えるとは思うんだけど会おうと思ってくれん思ったら会えるはずだけどなんか仕事終わりにとかちょっとだけとか、まあ、会おうと思えばまたい,いくらでも会えると思うんだけど普通に会え会えはしないだろうなって 私がどういうことどういう何よどういうことだよいい意味わかんないなわっ何素敵なこと言ってくれてるありがとう頑張るねうん <laughs> お話し会まあ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 , <laughs> まあ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 そうですけどでもお話し会まあでもアイドルお,、まあ、お話し会もお仕事だけどさなんていうのやっぱ一緒にステージに立って一緒に踊りたいじゃんっていうそうだセナリンごのさなんかうちわとかも。 ねえなかなか使う機会がなくなっちゃうのかな。3年後にまたお二人が同じチームになったらやすぎるので今のうちから5年にいやそれはそうまた次 <laughs> いつの話してんだよって感じだけどでも私が卒業する何年後かに卒業する時は絶対同じチームにいたいから。 右手迷子にならない程度の中だって。右手迷子になる、なる中は全員ですね。<laughs> そもそも肩組む機会がそもそもないから、そう、なずな、隣がなずなだったとどうしてもああなってたので、私全然、全然、ああなるユリさんだからとかじゃないので。うん。シナリング押し増えてる。 そうなのよちわとかスケッチブックとかめっちゃ増えててなんか増えたねってよく話しするんですよめっちゃ嬉しいであのお見送りの位置が隣にゆうりさんの隣になった時は必ず「はい問題!」って言って <laughs>「今日のセダリングうちはどこにあるでしょう?」って言って <laughs>「ヒントは3つです」とか言って <laughs> いつもやってます。隣になった <laughs> <laughs> こんばんは <laughs> そうなんですよゆうりさんのファンの方がそうセナりんごっていうゃを持ってくれることが多くなったのが。 正式なあそうそうそうお見送り前に <laughs> クイズ出してるの <laughs> クイズ出したり見てって言ってお互いにあっちにもあるよって言って <laughs>。 うん基礎中の基礎 <laughs> おもろい <laughs> 基礎中の基礎背中を押すにあたって基礎だったそれ <laughs> 面白い <laughs> ねえ砂リングがちょっとだけなんかいろんな人に知れ渡って嬉しいです フものまねしたわかんないわ <laughs> かんない普通に喋ってた <laughs>。 本当に寂しいな <laughs> <laughs> ドボンのビンクするとごめんドボン開いてない先生 <laughs> ド,ボンドボン公演の時しか開いてないねごめんね,んね <laughs> 公園とかコンサートとか立て込んでて えっときますあ,あ全然泣かないです私泣いたことないんですよ本当にすいませんすいません泣いたことなくて私全然涙もろくなくて本当にごめんなさい本当に一回も泣いたことないえーケ入ってくる <laughs> はい嘘。はい嘘ついたアイドル修行中公の千秋楽でめっちゃ泣いてた <laughs> めっちゃ泣いてたフん <laughs> <laughs> 私本当に本当に本当に困ってるの最近涙もろくて本当に困ってるのほんに今日も今日もねなんか謎なななに会ったらすごい泣きそうになっちゃって本当にびっくりあと束縛の時もめっちゃ泣いてたねうんでも今日は泣いてない全然うんでも今日は全然泣いてないで 今日はね、そう、な、なずなにね、あってちょっと泣きと泣きそうにな、ね。なんか、すごい心がジーンってして、あの、なんかそう。ジーンってしたんですけど、もう泣きをしなかったですね。うん、<laughs> でも、本当にさ、本当に涙もろくなっての。どうする。いや、でも、絶対、そっかくがきっかけなの。そっかくのせいにして <laughs>。 本当にそこがあってからもう,もうちょっと何かあるごとにすぐすぐなんかブワーってなっちゃってでいつもこうやって目めっちゃ開けてるっていう涙が引くまでこうやってやってる上向いたりしてこうやって <laughs> なんか本かにえあに知ってる方は知ってると思うけど私全然なかなか泣かない子だったっていうか 人前であんまり泣かなかったっていうかなんだろうその,そのそれこそ,その同期が研究生の時に卒業した同期とかの時も悲しいし寂しかったけどなんか別にその当時は本当に泣くことがマジで少なかったからそう全然ねそう泣かない系だったの。 そうだから逆に誤解されてた方もいたかもだけどなんかほんとにすぐに涙出てきちゃって <laughs> 今,日今日レッスンの時何回泣きそうになったか本当にほにも困ってるの私はそうで今日やったレッスンの V を確認しようとして見ようとするけどイントロでもう泣きそうになってもうやめるのですよ全然意味わかんない本当に確認させてくれ <laughs> 確認させてくれ今日の映像 <laughs> 今日の映像確認させてくれって感じでね本当にねすいませんね全く <laughs> 涙もろくなる本当にそれもう実感してる年年齢がさどんどん上になっていくにつれて本当に そう <laughs> 本当にそうもう <laughs> 確認してくれ本当にそう本当にそうでも今日は泣いてないんで全然大丈夫 <laughs> 全然大丈夫 <laughs> まだ二十歳じゃんでも10代20代って全然違う <laughs> まあそんなに違わないかもしれないけど <laughs> まあ違うじゃん こっちがないとは、なんでやねん。<laughs> なんでやねん。ええー。<laughs> 無理がある。なんでよ。なんでよ、知らないよ、なになんであんな嘘ついたの。なんであんな嘘ついたの、ユ <laughs> ういちさん。<笑><笑><笑>本当に嫌だ。本当に嫌だ、まったく。うん。 でもやっぱり公園出てる時とかはやっぱりそれこそもう僕の太陽でそのなザなか発表するってしてたからマジで涙こらえちゃってもうめっちゃってなってたから顔やばかっただろうなって思って <laughs> 普通にさもう普通に自然に涙つーッて流す方がさ絶対さいいのにさなぜか我慢しちゃうんだ。 最後の回ってるところでなずなもう回る前に斜め後ろにいたの私なずなの。でうわあなずなだと思ってそうで普通にサビ歌ってたらなんかうわーって涙出てきちゃってやばいやばいと思ってこのあと回るその回る時になずなと必ず目が合ってたんですよ <laughs> だからわこのあと目合うやんと思って目合ったら案の定もっと涙が出てきちゃってしかもなずなに笑われるし <laughs>。 そうマジでやばって感じ感情を出すのが不安で心と出していたのかもね今が平常運転のように思うだってなるほどそういう考えもあるのか <laughs> 意味わかんないもん自分が <laughs> 爪伸びても綺麗な形本当でもこの前親指だけ割れて親指だけ切ったのにそのままにしてた全部切らなきゃ <laughs> 今日何キャラなのいやそれはそう何キャラなんですかうん <coughs> 12分誰かが泣いてたら涙う映るああ映るかもしれない俺だけきするかも割とどうなんだろう影響で小指だけ伸ばすあ絶対にしないよだってなんでもないな <laughs> ん <laughs> でもないなんでもないうんいやなんかさ 多分だけどゆうりさんが言ってることは伸ばしてたけどなんか次々に欠けちゃったり割れちゃったりして切るじゃんそうすると小指だけ割れないから小指だけ長いって言いたいんでしょ多分でも普通に考えたらその最後の1本残すのってちょっと変だよ、ね、だから <laughs> なんか1個を切るなら分かるけどもう,もうここまで来ちゃったらもうあと2本切るよねみたいな。 今そうなんかねそしたらがなんで親指だけ短いかっていうと割れてとりあえずそそうその家出る前に割れちゃってあっ切らなきゃあと思って切ったっていうふふんい <laughs> っちゃっただってえ <laughs> でも忙しくて一日1本指1本ずつしか切れないのかもしれないから <laughs> うん いや絶対ゆうりさんこだわりではないよ絶対 <laughs> こういうだけのうん、えー、<laughs> じゃあ25分ぐらいで終わりにしようかなかなふふ <laughs> 忙しすぎそう忙しすぎて <laughs>、ね、違う前確かに毎日切る毎日確かにね「<laughs> 猫こしたさんくまありがとうございます」<laughs> なんかさ爪のカット 整えるる人とかいるよねなんかここの端っこをさこうやって切ってこういう形にするとかねそういうそなんかただ単に伸ばすよりかはそっちの方が綺麗に見えそうだけど私はめんどくせえからしないだけなんだけど <laughs> 私整え指がです。うん、指が綺麗に見えるそう絶対綺麗に見えるんだけどさ面倒くさいからしない <laughs> なんか別にまあ私爪長っ長い方がまあ長い方がまあ綺麗にも見えるんだけどなんか別に長くても短くてもどっちでもいいやと思うタイプだからうゆうりさんは多分伸ばしたいタイプなんだよね だったら端っこも切ったらいいのにと思っちゃうけどうんんでもなんかさ深爪しすぎると爪の形変わってこない爪の形うん,なんか均等じゃないんだよね人差し指とかがね ネイルしないのめんどくさい <laughs> 全部全部めんどくさいって言うじゃんね。ネイルねでもかわいい日野菜さんがさしてたネイルめっちゃ可愛いかわいくてさ私もああいうネイルしたいって思うけどなんかどこでそういうのするのどこのどういうどこのお店でやってるんだろうってみんな気になるんだよね。<laughs> 私ね黄色にしたいのそうでも今更さら感があるから。 とりあえずコンサートまではしないけどでもなんかそのチーム4公演の千秋楽が近づいたら爪黄色くしたいなーって思ってジェルネイルしたいですねただ単に黄色くするんじゃなくて日野さん今緑なんですけど緑でジェルネイルで何かかわいいですけど。 それの黄色バージョンみたいな感じでやりたいですね。<laughs> まあでも地元とか言われたらもう終わりなんですけど。<laughs> 爪切くすしほんとにそうなんかもう毎日いや一日もっと長くならないかなとかんだろう,もうとりあえずあのー、もっと長くなってくれっ本当に寂しいんだよなうん 黄色私なん,かなんか真っ黄色じゃなくてなんていうのちょっとパステルカラーな黄色にしたい。で4と星入れる <laughs> っていうねあのね想像と,とか妄想とかねめっちゃ好きなんですよするの。でも実際多分ねあんまりね私すごいねあの 髪の毛染めるならとかいうさなんか妄想するけど一生染めてないし <laughs> 何もしないんだけど行動にあんま映さないタイプ映せ,せないんだけどなんかあどこがいいんだろうってどこ,がいどこのお店がいいんだろうって永遠に思っちゃうタイプ <laughs> あ二25分になった もう本当にネイルとか行ったことないので <laughs> まあいつかしますよできたら <laughs> どこでも大してかんないの確かに全然何も知らないで話してる私どんぐらいのどんぐらいかかるのかとか。 時間もだしね、値段もだし <coughs>。では、ランキング見ます。十三位、西東京太郎さん、十二アイスレッド二七一三。十一ガリックジュニア三十一番目が三九、やカんあまソルティさん。8位ゴ五五三七四のピー三、六位豚バラパラダイスさん。五位シンさん、四位まさきさん、三位こうたさん、二にこしたさん、一、うちゃん。ありがとうございました。 ギフト読みます。コウタさん、テルコメさん、シンさん、オノピーさん、ゴルゴさん、アイエスゼット二二七一さん、オノピーさん、チムメガさん、西東京太郎さん、ニコシタさん、ガキッチョさん、星星らセナダンジロウさん、つぼさおしーさん、太陽ナットさんです。ありがとうございました。<laughs> では、ありがとうございました。 おやすみなさい皆さん明日も頑張りましょう一日バイバーおやすみ